すっかりイルミネーションの季節になりましたね。毎度おなじみ、ここは羽田空港から今回はハワイに行きます。何気に動画としてはハワイって紹介してないんじゃないかなと思いますけど、今回は JAL からハワイアン航空を予約しまして、安定のビジネスクラスで行くという感じですね。なんで毎回ビジネス取ってるのかっていうと、ランクを獲得するためにやっていて、今回行くことで、GGC というランクになりますので結構混んでますね。連休中っていうのもあるかもしれませんが、じゃあ和田さんと合流してこれからラウンジに、はい、ラウンジじゃあ大きい方に。そうですね、はい、それが手前でしたっけ。そう、手前にあって、手前にあって、で、もう僕はすでに2杯ぐらい飲んでます、はい、僕はもうちょっと仕事してたんで、もう飲まずにここに来て、はい、もうこれからが本番ですよ。ラウンジあるのに金払って飲んでるここの、そうですね、羽田の桜ラウンジ初めてですから、ちょっと楽しみだなっていうのはですね。はい、もう飯も食ってないですからね。働いてね、昼にちょっと飯食ったぐらいで、私も働きましたけど、そうですよね、今日生放送やって声も枯れた。まあこれちょっと喉を潤して、はい、桜ラウンジ、いや今回で我々 JGC 修行の下脱なので、下脱って言っても別にそんな厳しかったなっていう気はしないんですけど、そう楽してるからね。楽してますから、インチキですね、よし、桜ラウンジ、カレーが美味しいですからね、桜ラウンジは。桜、あ、いいっすね、ついてますね。でかいものなんです。でかい、あ、いいじゃないですか、素晴らしい、全然合わない、全然いい、うん、いいっすね。じゃあこっちでなんか軽くつまんで、はい、食べられなくなるんで、非常にいいラウンジでしたね。いいね、うわ、圧倒的にレベルが高い。なんかアナのダイヤぐらいじゃない。本当ですね、料理、うん、ちょっとでもアナの普通のラウンジの料理も上じゃない、うん、こっちの方がカレーもこっちの方が上なんじゃないかな。カレーがダントツだね、アナはやっぱ、ファーストになるともうレベルが違いますけど、となると、こっちも結局プレミアまで行かなきゃいけないのか、 JGC プレミアまで一回行かなきゃいけないのか。いや厳しいですね。今22時49分結構いい時間で、いつものアナ便だと今ぐらいの時間にはもう出てるのかな、なんかそんな遅くない気がするので、今回はもう出発自体が12時くらいの便ですから。いやでもここだけじゃないですか。お待たせいたしました。続きましてゾーン1番のお客様、機内ご案内いたします。さらにプラチナメンバーのお客様、ビジネスクラスをご利用のお客様、144番搭乗口よりご搭乗ください。グレーカモンドアツアーバー、お待たせいたしました。さあ、いよいよハワイアン航空で初めて乗るわけですけど、今回ビジネスクラスなんでね、どんな感じなんでしょうね。割とアナ、ジャル以外のやつ乗ったことないんで、こっちか。 Thank you.
ネタ的にも楽しみというか、ユナイテッドに通ずるガサツさがある足引っ張られないですかね。ガサツさがある。はい、ワークマン、ごめん。ソファーでいきなり、チェーン、ここだ。はあ、なんかアナと違うな。サイズ調整できるよ。ここがマジックテープになってますね。この辺に USB とかもありますね。ライトとかシートがここに引っかかってここに出るんだよ。アナではなかったね。アメニティグッズ結構なんか袋がいいですね。現在の時刻は1時5分ですね。日本が今朝の8時5分なので、まあ、時差がすごいね。やっぱ暑いですね。今レンタカーをまずこっちかハーツで借りて、とりあえずホテルに向かいたいと思います。いやー暑いですね。暑い、日本は寒いので。めっちゃ寒かったもんね。若干風邪ひいたからね。さっきなんか鼻がちょっと、お、また日産がいつもの日産です。よし。えい。はい。からいい映像撮れると思うよ、ワシントンの時はまさかの雨でしたからね。今回も油断できないんだよね。前回も来た時そうでもなかったけど、そうそうそう、突然夜大嵐になりましたから、そうそうそう、文字かっていう。あれよあれよという間に見たことない嵐だった。ハワイでも稀に見る嵐が来ましたからね。また肉食ってんのかって言われる。間違いない。まあ外さないですからね。外れなし、その辺買っときゃ。そうそうそう、また分厚い。そう、ちゃんと調味料買ってきてるから。さすが、うん、100均で。全部買っても800円とかで700円だからさ。現地でこっちで買うより全然安いですからね。こっち買ったら1個買って1000円ぐらいしたりするじゃない、うん、なんか塩とかこんななんかでかいのでいらないし。そうそうそう、それで何百円とか500円600円するし、いらないですね。そうでもビール飲んだらガクッといく可能性ありますね。うん、油断しちゃいかん、うん、下手に寝るため夜またちょっと起きるとか目が覚えてしまうという悪循環に陥りますよ。いや今回ちょっと体調その風邪気味、はい、っていうのもあるから心配だったんだけど、うん、だから今のところ体調いいよ。いや僕も今回は頭も冴えてる、はい、すごいあのきっちり
っちり3時間ぐらいは寝れてるっていう、うん、今回お酒大して飲んでないんですよ。あー、ビール1本しか飲んでないし、はいはい、そうそうそう、俺も全然余裕で、俺もなんかセーブして